はい、今日は、僕が乗っている、クロスバイク紹介していきたいと思います。ほとんどノーマルで乗っております。まずね、メーカーここがいいかな、KTM、 オーストリアのねメーカーなはずです。車種ライフライトって書いてますね。多分そういう車種だと思います。まあ、全体的には、まあ、ハンドル関係ね、こんな感じになっておりまして、このグリップの部分がね、本来はストレートなんですけど、これ なんていうのかな、ちょっと名称はっきりわからないんですが L の字になったやつね。でここの部分とかね、少しノーマルよりワイドになってるんで、ロングの時に手のね、こう全体でハンドルのところに力がかけれるんで、疲れ方がね、これ変えて僕ちょっと良かったと本当に思ってます。ノーマルのやつね、ここの部分なかったんだけどね、こうね、まあ、こう持ったりとかこう持ったり、まあ、いろんなね持ち方これできるようになって、手をいろんな位置で力を分散できて、これはすごい良かったと思います。あとは、まあね、携帯とか、まあ、ちょっとしたものを入れるんで画面こうやって見えるようになってます。これもちょっと KTM でちょっと揃えちゃいましたが、で、あとは変速はまあシマノ、ちょっとシマノのグレードわかんないですけど、このやつになっております。そして、ブレーキは油圧のディスクタイプです。ちょっと逆か、これごめんなさい、後で逆が取りたいと思います。そして、フロントのショックアブソーバー、オイルダンパー付き、そして、夜間ね走行可能な、これかなり明るいですこのライト。そしてこの中にはジェネレーターっていうのかな、ここで発電して、まあこのね、発電されたものがこう通って、ライトに行くという感じになっております。ホイールはこんな感じ、こんな感じ、28インチですね、28インチで、タイヤサイズかな、700とかなんとかそんなんだったと思うんですけど、ちょっとね、あ、そう、700の400かな、なんか多分そう書いてあると思います。タイヤサイズ700、まあホイールで言うと、まあ、28インチ、太さ的にはね、全部5センチぐらいな感じですかね。はい、正面からはこんな感じになっております。ここに先ほど言ってた、ディスクの油圧ブレーキになってます。ただこれごめんなさい、外国製だからかちょっとわからないんですが、日本仕様はあれどっちだっけ、こっちがフロントブレーキだったと思うんですけど、ん、逆、そうですね、多分日本車右側にフロントブレーキだったと思うんですが、これ外国仕様だからか逆になってます。なんでね、まあ、ディスクブレーキだからガンって効くわけじゃないんで、まあ、僕、まあ、最初右左ね変えようと思ってたんですけど、まあ、今ちょっと気にせず乗っちゃってます。はい、右と左逆なはずですね。ただけど気にせず今となっては慣れちゃいました。ただ間違ってにフロントをガンってロックするほど握っちゃったと思うと危ないんで、おそらくなんだろう、ブレーキの、まあ、ショップ持っていけばね、右左多分こうワイヤー入れ替えれば、なんかいけそうにも見えるんで、これおそらく、はい、日本仕様、もともとちゃんと逆になってるんじゃないかなと思うんですけど、はい、ただ外国で買うと、はい、逆ですっていうところだけちょっと覚えていただけたらというか、まあ参考にしていただけたらと思います。はい、あとは
まあ、あのありきたりのね、ドリンクホルダー、ちょっと僕はあの水は必需品なんで、ちょっと2ボトルタイプにして空気入れをここにつけております。変速、まあ、シマノの変速ついてて、フロント側の3枚と後ろ側に7枚かな、7枚、はい、7枚で、21段変速、あ、ここかな、シマノの変速はアセラ、ちょっとごめんなさい読めないけど、これがついてます、はい、そしてあとはこれね、純正のサドル、サドル椅子、これ柔らかいやつついていて、まあ、これ好みだと思いますけど、まあ僕みたいにあの初心者、あのこれないとお尻も悲鳴上げちゃうんで、これとあのまあパンツにね、あのプロテクターついてるようなやつと、これで空いてればまあ20キロ30キロね、最初からまあ最初の時はどうしても知りたいですけど、もうすぐねこの2つで、解決しました、お知りたいのは。そして、まあ前後ともにね泥除けというんでしょうか、ついてまして、あと大きな特徴はこのリアのキャリアっていうのかな、キャリアがついております。でこのキャリアはね、まあ、ちょっとしたなんか自分のバッグとかなんか積むときにこうやってね、スプリング式になっていて、まあ、なんか挟み込んでね積んでいくっていうのも簡単にできますし、まあ、専用の、なんでしょう、こういうねここを使ってサイドバッグっていうんですか、サイドバッグも簡単に取り付けられるようになってます。でサイドバッグは、まあ、このポールの、ね、太さだけ、注意してもらえれば、量販店にいろんなね大手のスポーツメーカー、スポーツメーカーというかスポーツ量販店というんですか、そこに、行けば、全然合うものいくらでも売っていると思います。まあね、高級品だったら日本円で1万円2万円ってすぐしちゃうんですけど、まあ、僕こっちであのデカトロンというんですか、デカトロンで、買ったらね、防水バッグでも全然片方2、3000円ぐらいだったんじゃないかなと思います。これね、まあ一応いつかは世界一周と思って一応バッグ買ったんですけど、まあ普段は全くいらないんでつけてません。そしてあとはリアのリフレクター、まあ車で言うテールランプ的なやつ、これはね、あのフロントのライトのスイッチオンと同時でリアも点滅ですね、点灯じゃなく点滅で、後方車両ね、自分の存在感をアピールしてて、これ結構後ろもピカピカ明るくて、これは最初からこういうのねついてると後々余計ないろんな、ね、付属品を買わなくて、ライトだとか例えば、ね、反射板いろいろ買わなくていいんで、これまああれです、僕的にはこの KTM のこのクロスバイク、まあ、クロスバイク全体的にそうなのかもしれないんですが、まあ、初めてね買ってまだまだ知識不足なところもあるんですけど、これかなり気に入っている品物です。でフレームサイズ、あごめんなさい、足つきというのオートバイちょっとあれですけど、これ僕買ったの見えるかな、M サイズのなんか51センチメートルって書いてあるのかな、ちょっとね、はい、見えないですけど M サイズ、これちょっとびっくりだったのが、僕身長180あります、体重はむちゃくちゃはいあるんですけれども、絶対あのフレームね一番大きいやつだなと思って自信満々にあの大きいサイズ買おうとしてたら、店員さんがお客さんのサイズは M ですよって言われて、実はなんかその、ね、僕ぐらいの180ぐらいだと全然 M で、まあ、L も売ってますけど僕で M でしたね、まあ、ちょっとここ見づらいんですが、ハンドルもね、これね90度ここで緩めてハンドルがこう
立たせられるんですけど、まあ、今ちょうど僕これほとんど90度気味に熱して、使っていて、そのなんだろう、ポジション的にもね、サットルをこのぐらい上げて使っていて、まあ、本当にこうなんだろう、よくハンドルとこのサドルね、平行のラインがベストなんてよく言う。であとこの状態でペダルの一番下に行った時にね、この位置かな、この位置に行った時に膝がほぼ伸びかけ、まあ、つま先気味の伸びかけで、よくすみません、まあ、プロから聞いたらまあそんなことを言ってたんで、今ちょっとそういう状態でセッティングしています。最初ね、こっちのハンドルこう全く合わない、 ここ調整してないで立てた状態で乗ってたんですけど、そうするとね、なんだろう、腕と、お尻で自分の体重を3等分、まあ、右手と左手とお尻とで、ね、3点ポジションで3点に均等に体重が乗っかる感じがきっとベストなんだ、あ、きっとじゃないです、そうベストだよということで聞いていて、最初ねそれ知らなくて、まあ、ここのハンドルをね上げていったところ、お尻ばっかりにウェイトを乗っかって、多分初めてだからとかって言うんじゃなくて、本当にポジションが悪くて、すぐもうお尻痛くなっちゃって、もうお尻浮かして歩いてたり、最初の頃本当にもう10キロも乗ったらすぐお尻痛いってやってたんですけど、ポジション多分これ今確かにベストなんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、これでももう20キロ30キロとかね行っても、まあ、ちょい上げますけど、まあ、ほぼ、お尻の痛さはクリアした感じになっております。Thank you.